妙に騒がしいけど、なんかあったのかな。何慌ててんだよ、うるさいよ。起きろ、プラチナたちが攻めてきた。え、もう攻めてきたの？もう警戒半径内にいる。それってすごい近いってこと？そうだ、どうする？どうするって。我々のリーダーはお前だ。そうだけど、サフィーは？通告前から石膏に出てもらってる。お前しかいない。じゃあ俺一人で指揮しなくちゃいけないの？そうだ。うん、頑張るけど。なんだ、何か問題でもあるのか？ちょっとドキドキしてきちゃって。いずれは避けられん道だ。しかし最後の機会というわけでもあるまい。嫌ならば俺が指揮を取っても構わないが。そういうわけにはいかないよ。全員幸せにするから。おお。あれ、なんか俺変なこと言った？行くぞ。うん。その気持ちがあればお前は必ず勝つだろう。もう人の形もよく見えるな。どうします？実際戦いますか？お前は戦いたそうだな。そりゃあもう最近雑魚ばかりで腕の方も鈍っちゃいまして、部下たちも同じなんじゃないかと思いますが。もう少し待ってもいいように思うがな。向こうの出方次第だ。逃げたらどうします？それはないだろう。ここで逃げれば向こうの士気は格段に落ちる。所詮は烏合の衆だからな、お互い。そりゃそうですな。なんか私までその烏合の衆に入っていそうな物言いですね。違ったか。言うようになりましたね、プラチナ様。お前の性格が映ったんだ。行くぞ。どうやら正面切っての戦いをお望みのようだ。戦うんだよな。少しはマシな目になったな。えい、行くぞ。来い。よう、元気そうや。あなたもお変わりなく。そいつは嫌味か？
それ以外に何か？相変わらず悪態つくんだけはうまいやっちゃ。懐かしいね。その傷はまだうずきますか？じくじく今でも夜ごとに思い出す。一つ聞いてもええか？何ですか？お前がそっちに着いたんは俺の敵になるためか？そうです。そうか、なら心置きなくや。お相手します。相手になりましょう。くらえ！容赦しませんよ。無駄ですよ。僕が盾になります。行きますよ。なかなかやりますね。これでどうだ？容赦しませんよ。身の程を知ってください。うわ、カロール一緒に攻撃するよ。わかりました。行くよ。チャンスだよカロール。はい。二人の力を見せてやる。うわチャンスだよカロール。はい。二人の力を見せてやる。無駄ですよ。カロール、一緒に攻撃するよ。わかりました。行くよ。なかなかやりますね。
一緒に攻撃するよ。わかりました。行くよ。いてててて。チャンスだよカロール。はい、二人の力を見せてやる。あっ、くそ、あかんか。へへ、勝ったぞ。王子も強くなられたからです。うん、ありがとうカロール。の根源、ここであったが100年目だ。俺にかけた呪い解いてもらうぜ。ハンターさんですね。どうして。女の体はそこそこ使えたんでね、生き抜くためにいろいろ利用させてもらったさ。てめえにいつか会う日のためにな。何が神城の一族だ。慈愛ってのは等しく与えるもんじゃねえのかよ。だってあなたは僕の。やかましい。奈落は弱肉強食の世界なんだよ。狩られるやつが悪いんだ。ひどいです、ひどいです。あなたはひどい人です。だから許せなかったってか。だったら愛だとか口にすんじゃねえよ、胸くそ悪い。負けないからな。今日の俺は機嫌悪いんだよ。危ない。てめえら。いて、何しやがる。くらえ。どこ刺さっても知らねえぞ。刺さっても知らねえぞ。危ない。チー見るぞてめえら。いてててて。はぁ、はぁ、やった。
ったな。これでどうだ。チーミルゾーてめえら。いて、何しやがる。ロード、一緒に攻撃するよ。そうだな。行くよ。いてててて。チャンスだよ、ロード。分かってるって。二人の力を見せてやる。くらえ。はっ。うわっ。これでどうだ。どこ刺さっても知らねえぞ。やったな。くらえ。どこ刺さっても知らねえぞ。うわ。これでどうだ。はっ。いててて。ぼーっとしてると危ねえぞ。これでどうだ。どこ刺さっても知らねえぞ。くらえ。チーミルゾーてめえら。チャンスだよ、ロード。分かってるって。二人の力を見せてやる。てめえ、絶対許さねえ。はあ。はあ。うわ。
ぼーっとしてると危ねえぞ。刺さっても知らねえぞ。やったな。これでどうだ。チー見るぞ、てめえら。許さねえ。はあ。はあ。やったな。ロード。一緒に攻撃するよ。そうだな。行くよ。てめえ絶対許さねえ。ロード、一緒に攻撃するよ。そうだな。行くよ。王子も強くなったな。うん、ありがとう、ロード。や、こんなところで君に会うとはね。元気だったかい？あなたこそ、まさかこの戦いに参加されているとは思ってもいませんでした。そう言われると困ってしまうんだがね。もう見ているのも飽きてきたということかもしれないね。ずっとお探ししていました、マスター。よしたまえよ。契約なんて嘘っぱちだってことくらい、もう君にだって分かってるはずだろ。どうしてまだ君は僕を求めるの？必要だと思ったからです。ん？それ以上の意味はありません。わからないな。謎かけは僕の得意分野のはずなんだが。分かっていただこうとは思ってもいません。今はただの敵だと思いください。君が僕に勝とうっていうのかい？戦う以上は勝利を目指すのは当たり前のことです。言うね。それなら久しぶりに本気を出してみようかな。では、いざ。
よし、行くぞ。行くぞ。これでどうだ。俺が盾になる。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。やったな。チャンスだよ、ジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。いてててチャンスだよ、ジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。盾になる。やったな。はあ。切り刻まれたよ。
るな。くらえ。刻まれたようだ。いてでで。ジル、一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。行くよ。もっと痛めつけてくれたらいいのに。へへん、俺って無敵。心象というところか。手の餌食はどいつだ。はあ、そんなに死にすぎたいのか。くっ、これでどうだ。俺が盾になる。はあ、俺が盾になる。刻まれたようだ。やるな。盾になる。はあ、そんなに死にすぎたいのか。いてでで。切り刻まれたようだ。
これでどうだ。切り刻まれたよ。いてててて。チャンスだよジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。やったな。ジル、一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。やったな。これでどうだ。そんなに死に急ぎたいのか。俺が盾になる。そんなに死に急ぎたいのか。刻まれたよ。これでどうだ。いてててジル、一緒に攻撃するよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。さすがだな、賢明な判断だ。いくよ。チャンスだよジル。戦況がよく見えているな。二人の力を見せてやる。俺は死ねん、まだ。へへ、勝ったぞ。そんなことないよ。ありがとう、ジル。
負けたか。そうだよ、俺の勝ちだ。で、どうする？え？俺をどうする？それは…お前は勝ったんだ。生かすも殺すも、お前次第だ。やだよ。だって、そんな権利、俺は欲しくないよ。今見逃せば、俺はもう一度同じように戦いを挑むぞ。王の期限まではまだ時間がある。それでもいいよ。俺は嫌だ。顔も声も知ってる奴のこと、自分の手で殺すなんてできないよ。俺の参謀なら甘いと言うぞ。それでもいいったらいい。行けよ。なんだよ。一つ忠告してやる。俺もお前も奈落の生き物とは違う。自分以外は敵だと思え。それがどんな優しい生き物だったとしてもだ。わかんないよ。難しいよ、俺にはまだ。どうしたらいいのかなんて。まずいことになった。え？どういうこと？参謀殿が戻っていない。偵察に出たのを最後に行方が途絶えている。捕まったかもしれんな。そんな、嘘だろ？どうしよう。参謀殿も人形の男だ。もしかすると我々には及びもつかない目的があって姿を隠しているのかもしれん。しばし待つのが得策だな。うん。